もなおちんです。さあ今日も刀剣乱舞無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は全ての強化が終了するとどうなるのか、それを見に行きたいと思います。まずお見せしましょう。レベル全員99ですね。で能力も全員全て解放してます。そして装備ですけども、全て購入してます。もう買えるやつは一つもないですね。全て終わってるかと思いきやもう一つあります。それがこの階層の特別任務ですね。あと一個だけ、あと一回だけで終了するように取っておきました。ここ、全て完了するとどうなるのか。もうこれをやると、実際やることはなくなります。さあこれでどういうイベントが起きてくれるのか、もしくはイベントすら起きないのか、ちょっと見ていきましょう。では行きましょうか。特別任務最後の1個余ってるのが大きいからの、合体技か、あれを1回使うっていうことですね。まあ実際10回使わなきゃいけないんだけども、9回はもうすでに使い終わってます。なのであと1回使えればもうおしまいですね。じゃあ、まあ、軽く終わらせていきましょう。ちなみにここは最終章の場所ですね。最終章の一番最初のところです。ここがね、経験値がめちゃくちゃ美味しくって、周回にはおすすめです。あ、レベル上げのね、レベル上げの周回にはおすすめです。ただ、素材集めとかにはそこまで向いてません。クリアするのにどんくらいだろうな、2分ぐらいかかるんで、ちょっと周回には向いてないんですよね。それよりも、別のところが美味しいところがあるので、素材を集めるのであればそっちの方をおすすめしますね。よし、とりあえず途中のところまで来ました。もう少しでおしまいだね。あと1分ぐらいで倒していってしまいましょう。最後にしようかな。最後の敵に、技を使って完了ということで、やっと、おー、避けられた。まさかのガード。大振りからのね、こういう技は若干使いにくいですよね。若干使いにくいんで連撃をおすすめしております。強いのよね、確かに。攻撃力は結構あるんだけども、隙が多すぎてあんまり使いにくいっていう感じなんだよな。一発目のデモ遅いし、二発目の強攻撃もちょっと遅めなんだよな。でもその分連撃はものすごく使いやすいんでいいんですけども。では終わりにしましょう。なんか起きてくれればいいけどな。終わりです。の消失、敵の撤退を確認しました。あれ、特別任務か。ああ、出た。特別任務達成ですね。どうだろう。別に何も今のところないですね。はい、わかった。開いてみましょうか。どうだ。お、キラーンなっただけ。キラーンってなっただけですね。ん？あ、なるほど。全画面表示で、これが映せるっていうことか。なるほどね。そうかそうか。すべてを、達成すると、
全画面表示ができて、でこれで撮影とかができるわけだ。なるほどっすね。そういうことか。うん、そういうことらしいです。であとはあれだよね、鼻歌とかタイトルコールとかそういうのを聞くことができます。あー、いや、よかったね、全画面で表示されるようになって。うんうん、よし。で、あとは別にやることもなくなったっていうことで、まあまあ全キャラでね、ちょっとクエストをコツコツやってみてもいいかもしれません。もうね、簡単でいくともうぬるくてしょうがないので、難しいでやってます。難しいでもね、ちょっと簡単なんだけども、もう一つなんか地獄レベルとかそういうやつが出てきてくれてもいいかなと思ってます。まあアップデートで何かあるかもしれませんけどね。ということで今日はここら辺にしておきます。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。